ですね、早速やってるじゃないですか。あ、本当あ、お腹ですね。そうか、このサイズのあれがいるんだね。39上の方までたまに浮いてくるんですけど、スズメダイがね、最後までコマセを追いかけていかないんですよね。ある程度深いところまでコマセが入ると、もうそこにはもうスズメダイはいないです。そうだってね、そのネジナが浮いてきてるからだとは思うんですけどね。下の方に見えるな、ちらっと見えたな、ね、餌が丸々残ってくるんですよね。これが混乱させる、どんどん深く入れたくなるけど、残りますね。来ましたね。あ、ガツガツしてるよ、これ見て、ガコガコしてる、ガコガコ、うん、ぽいですね。うん、途中からね、お腹っぽいですね。メジナはメジナね、うん、一広半ぐらい。あ、口太だ、口太ですよこれ、一広半。やべ、もうタモがギリギリですね、僕やばくないですか、もうギリギリってね。え、痩せっぽっちだな。30ジャスト。よかった、スカリ持ってきててねえ、これスカリ持ってきてなかったらどうすかね、一旦リリースするかなってなるぐらい。口太です、これねえ。そうそうそう、口太の方がね。ほぼ丸々残ってますもんね。まだね、この当たり雪が引っ張ってるような感じなので、ジンタンの午後、
け。さあ、あったまるな。よし。うん、これはまあまああるかも。ね、でかいね。サイズアップしましたよ、多分。あ、だ、あれ、メジナじゃないんじゃない、これ。メジナ、これ。本当。メジナですか、これ、なんか違くない。三の字。マジか、三の字か。今のすげえいくらだね。すいません、ありがとうございます。すいません、しげちゃん、ありがとうございます。ねえ、すごい。一瞬チラッて見えた時に、あ、違うなって思ったんですよね。これあれですね、あの、脂乗ってんじゃないですか。ね、だけど今日は返してあげます。三文字食い上がったんですね。うん、ありがとうね、三文字ね。おお、な、何が起きたの今。おお、めちゃめちゃだ。しげちゃんはあれ、沖の方だったでしょ。お、沖の方。ハリスを2号に上げました。ちょっと気分転換ですね。ほんでハリも6号に戻しましたね。4号まで落としても特に何も変化ないので、もうかけた魚を全部取りたい。これはもしかするといいかもしれない。右流れをここをものにできないと厳しいな。この右流れをなんとかものにしたいですよ。右にも大して流れてないですね。なんか上だけですよね。上だけですね。
しげ。うん、これはメジナっぽいですね。うん、これはメジナだ、大丈夫だ。うん、まあまあありますね。一ヒロ半ぐらい行きました、行きました。だけどもぞもぞって言って2回ぐらい当たってからですよ。まあまあありますよこれ。まあまああった。うん、35っすね。35センチ。だけどこれはそんなでもないですけどね。まあまあですね。ねえ、うん、2キロぐらいですね。やっぱ当たり出るまでちょっと時間かかるですよね。針外れてるわ。怖っ。今の見ると今こう当たったのもなんか念仏のような気がしてね。よろしくないですね。なんかメジナかな。あ、メジナだ。おっしゃ。うん、まあまあありますね。本当。うん、口太だと思いますね。やっぱ際にいるんですよ、際に。
ね、暴れ方がね。とりあえず仮に入れちゃおう。食えば念仏じゃない。ミスズメだけど。なんだこれ。誰だろう。あ、メジナだ。いや、メジナだった。メジナのことにびっくりした。イスズミしか見えてないのに。まあまあありますね。32、3ぐらいじゃ。ああ、外れた。ハリハズですね。うん、いや多分口太だとは思うけど、口太っすね。二ヒロぐらいですね。二ヒロ、一ヒロあんから二ヒロぐらい。バッチリじゃないですかこれ。だからあんまりサイズが良くないですよね。サイズはそんなにでもないですよね。これぐらいのやつですよ。見えてるのもっとでかいのになんでだろうね。でかいの見えてるじゃん。なし。